魔王と勇者、日常に惑う。魔王様、私も何か資格の勉強をするべきでしょうか。突然なんだよ。俺が勉強すんの、マクドナルドの社内資格だぞ。何か資格があればできる仕事の幅も広がるかなと。魔王様も佐々木さんも新たに学び始めたのですから、私も何か始めたいと思ったのです。エミのやつもそんくらい前向きに気分変えてくれりゃあな。どういうことですか？なんか次回あたり久々にエミに喧嘩売られそうな気がすんだよな。そうなったら返り討ちに。というわけにもいきませんか、佐々木さんの手前。昔通りなら楽ってんでもないから困ったもんだぜ。